はい。それでは一次関数のグラフについてやっていきたいと思います。まず、傾きと切片答えなさいってことなんですけど、これ簡単ですね。あの、一次関数ってこういう形なんですけど、この A を傾き、この B を切片と言います。いいね。ここが傾きですよ。で、ここが切片ね。になるんで、はい。これ見たら簡単。はい。傾きは二分の三、切片はマイナス4ですよね。 はい。さあ、これだったらどうでしょうか。えマイナス三分の一がこの A の部分になるよね。つまり、傾きがマイナス三分の一で、切片が三分の二でいいですよね。はい。これなんかもっと簡単ね。傾き2で切片6。はい。傾きマイナス3で切片マイナス9です。はい。えー、では、グラフの書き方いきたいと思います。 えー、グラフなんですけどね、まず、接片の方を見てください。マイナス5って書いてますよね。で、別紙のグラフ用紙にね、ちょっと見ていきたいんですけれども、えー、ちっこう寄せようかな。うん。えー、接辺がマイナス5なんで、はい、このグラフで言うと、y 軸の y 座標がマイナス5。ここにね、点打ち込んでください。えー、ここ通りますよってことになります。で、次に、 傾きなんですけれども、傾きっていうのは、X の増加量分の Y の増加量で表すことができるというのがありました。だから、X が4増加したら Y が3増加するっていう意味なんだよね。ということは、はい、ここから考えましょう。X が4増加するっていうのは、こっち X の個性の方向だから。1、2、3、4と。こっからね、右に4増加するってことね。1、2、3、 4進むってこと。で、y の増加量が3やったから、上に3こっから増加します。1、2、3。こうなるわけね。あとは、ま、この点とこの点を直線で結べばね、えー、この1番のグラフが書けるんです。えー、ただ、結構こういうのずれやすいんで、その先も書いといた方がいいですね。えー、また4、1、3があるんで、 1,2,3,4,1,2,3.1,2,3,4,1,2,3とね、打っといた方がいいです。逆も打っといた方がいいですね。えっ、ー、と、3下がって4行くって考えていいんで、ここにね。で、3下がって4行くから、こうね。はい、あとは定規で、こう結んであげてください。なんか、それじゃもう綺麗にね、えー、書けるんでね。まあこんな感じで。 引っ張ってくださいね。片手なんで、なかなか、えー、みんなの前でいい感じ書けないと思うんだけど、まあ、まあ、いけたかな。はい、こんな感じですね。はい。これが、まあ、一番になります。y イコール2分の 3x マイナス4ね。はい。あ、マイナスごね。ごめん、全然、全然、全然。ちゃうやん。これちゃうやん。えっ、ー、と、y イコール4分、まあ、1でいいや。1って書いててくださいね。 はい。では2番目いきます。y イコールマイナス二分の 1x プラス3。はい、せっぺん3やから、文字グラフに書こうね、もうね。ここ、通るよね。で、えー、傾きがマイナス二分の一っていうことは、2分のマイナス1って考えましょう。x が2増加したら y が1減少するんですね。ってことは、まあ、こんな感じかな。x が、 2増加したら Y が1減少する。ね。まあこれも絶対ずれていくんで、もう点をね、いっぱい打ち込んでおきましょうね。ビビビビビと。描く方向にも、こう、やっとけば、まあ間違いないんで。はい。あとはこれを定規でね、えー、結んでいっちゃいましょう。まあこんな感じで、えー、結んでくださいね。こんな感じでね。さあ、引っ張ってみましょう。 えっと、ほんまずれるんだよね、これね。こうか。しよおままあ、いけたかな。はい、これが2ですね。はい、3番目。はい、切片マイナス2、傾き3です。で、まあ、傾き3っていうのはこれ1分の3って考えればいいだけです。えー、右に1って上に3ですね。はい、切片マイナス2やから、ここ。えー、傾き3やったから、 右に1って上に3やね。1って3。1って3。まぁ、あ、こんな感じですね。うん、はい。え、結んでいきましょう。ちょっと見えないと思うんだけどね。おっと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 。まあ、こことこう結んでてくださいね。 あかん。無理や。ちょっとずれちゃったけど。これはちょっと片手は、かなりきついな、これ。えー、っと。こうして。もう見とって苦笑いだと思うけど、こんな感じね。はい、これが3です。ちょっと考えながらなこれ。はい。じゃあ、こっち行きます。はい、4番目。y イコールマイナス x 足す1。はい、せっ一傾1片付、片けマイナス1やから。 え、1分のマイナス1って考えればいいかな。うん。1、右に1って下に1行けばいいと。はい。切片が1で、1、1、1下がるってことね。うん。ま、これは、結構見やすいと思うんだけど、ここですね。で、逆方向は、たん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 ってこうかな。さあ、めっちゃ辛いんだけど、これね。もう、何やって、 引いた後で言おうかな。これね、ビーってやって、はい、こうなりましたと。はい。これの方がいいな。4個ね。はい。で、最後ちょっと難しいんですよ。最後ね、固、え、め、ー、てはいいんだけれども、切片が難しい。2分の5なんか、マイナス2分の5の取りようがない。こういう時は、x に1とか2とか3とかを代入して、y が整数になるところを探ります。まず、まあ、0は無理ってわけなんでね。 1>, 1から行きます。1だったら、x1 だったら、二分、分の1かけ1でね、y は二分の1引く2分の5になるわけやんね。ってことは、マイナス2分の4やから、これマイナス2なんです。つまり、x1 のとき、y がマイナス2。座標で言うと、こうなるわけね。x が1のとき、y がマイナス2。そこに点打ちます。はい、ちょっとこれごちゃごちゃしたんで、こっちに行こうかな。 X が1のとき、Y がマイナス2。ここやね。1のとき、マイナス。ここに点打っていただくと。X1、Y がマイナス。で、こっから、はい、傾きが1 2分の1だったんで、右に21って1上げます。右に21って1上げる。21って1上げる。21って1上げるってやっていけばいいわけね。 こういう感じですよね。はい。あとはこれ上下で結んで出来上がりになります。ここね。こんな感じなんですよ、グラフは。ね、切片すごい中途半端なところやね。これが5です。はい。では戻って、はい。グラ直線の式出せと。まず1から行きましょう。1よく見てください。まず切片から行きます。 ペンは2ですね。で、傾きは、えっと、ここが、これですね。せっぺんとここ。はい。2増加して1上がってますね。x が2増えて y が1増えてるから、2分の1です。傾き2分の一。二って1上がるから、2分の1。せっぺん2。よって1番は、y イコール2分の 1x プラス2ってなるわけです。いいね。で、2番行ってみましょう。はい、2番は、 まず、切片から見ようね。切片は4ですね。切片四。で、次がまあ、ここかなここですね。ここがちゃんと綺麗な点通ってるんで、はい、こことここを見て、X の増加量と Y の増加量を調べます。X の増加量は、1、2、3。ね。1、2、3です。Y の増加量は下に、1、2、3、4。ね。X は3増加して、Y は4減少している。 三分のマイナス四なんです。三分のマイナス四っていうのは、マイナス三分の四のことだよね。傾きはマイナス三分の四なんです。切片は四。だから、マイナス三分の四 x プラス四が答えになるわけね。はい、三丸いきます。でこれ、ドン。はい。切片三ですね。 で、傾き、ここで取れるよね。うん。傾きは、x1 増加して y が3増加している。つまり、1分の3なんです。1分の3は3ってことだよね。なので、y イコール 3x たす3ですね。こんな感じになります。うん。はい、ラスト4。切片がマイナス3。ね。 で、傾き簡単や思うんですよね。1って1下がってるんで、1分のマイナス1。1分のマイナス1。マイナス1です。切片マイナス3で傾きマイナス1。傾きマイナス1ってことはマイナス X です。で、せっマイナス3だから、これね。はい。っていう風になります。以上でございます。じゃあ、鉛筆じゃなくて、一旦ビデオと置いて B やってみてくださいね。 はい。では、エクササイズ B をね、まあ、簡単に説明していきましょう。まず、傾き切片ね。傾き3分の2で、切片書いてないんですけれども、これはこういう時は0と書いておいてください。はい。傾きはマイナス2分の3、切片1。はい。傾き6、切片マイナス1。傾きマイナス1、切片1になります。いいでしょうか。はい。では、グラフをね、書いていきたいと思います。えー 傾きが3分の2で切片がマイナス1です。はい。グラフ書くときはね、まず切片から見ましょう。マイナス1なんですけれども、はい。ちょっと下にね、お返し書いておきます。グラフ書いて用意しておきます。みんな別紙に書いてくださいね。え、切片マイナス1なんで、まずここですね。点を置いておきましょう。で、傾きが3分の2なんで、右に3行って、上に2上がります。こんな感じですね。 はい、で、こういうグラフはずれやすいんで、えー、点をね、もう3位で二上がるの、その先も書いておいた方がね、まあ、安全だと思います。まあ、こんな感じかな。はい。あとはこれを定規で結べば出来上がりですね。はい、こんな感じになりました。これが1丸ですね。 はい、では2番目行きましょう。えっ、ー、と、せっぺ9で傾きマイナス2分の5。これは、ま、2分のマイナス5っていうふうにね、考えればね、いいわけですね。右に2行って下に5下がります。はい、切片ぺ9だから、まずここに点とそして、X が2増加したら Y が5減少します。右に2に行ったら下に5減少します。1、2、3、4。大丈夫かな 右に2増加して Y が下に5。Y ですね。下に5減少すると。はい。同じ色で。右に2行って下に5行きます。1、2、3、4、5。2行って1、2、3、4、5。2行って1、2、3、4、5ですね。はい。これで結んでいきます。 はい、こんな感じになりましたね。これが2です。はい、3番目。傾きマイナス5、あ、せっぺんマイナス5、傾き1。傾き1ってことは1分の1なんで、ここね、ここ通って、えー、右に1いって上に1ですね。簡単ね、怖いね。一って1上がるんでね。ずれないように。 ここですね。で、逆方向もね。こうか。はい。こことここを結んでいきましょう。はい。こんな感じになったと思います。これが3ですね。はい。4もさっくりいっちゃいましょうね。えー、せっぺ4で傾きマイナス3ってことは、まあ、 1>, 1分のマイナス3って考えられるわけです。右に1行って3下がればいいだけですね。うん、まあ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 。こっちに書こうかな。うん。せっ4なんで、ここね。うん。で、傾きは1行って3下がるんで、1行って3下がる。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 こんな感じですね。よし逆も書いときました。 はい。では、進んでいきましょう。まあ、こんな感じですね。これが4ってことになりましたね。ここかな。はい。さあ、ラストがやこしいんだったね。これ、切片3分の1なんか取りようがありません。だから、X に1、2、3とか代入して、Y が整数になるところまで調べます。まず1代入してみましょう。そうすると Y は、 マイナス3分の2たす3分の1です。1代にしたらね、こうなると思います。え、これ計算してもマイナス3分の1かな。あ分数だったんで、残念ながら1では出せません。2入れてみましょう。マイナス、えー、y はせた。y はマイナス3分の4たす3分の1。終わかるかな。2代にしたんでこうなるよねで。計算したらマイナス3分の3。お、これって約分できます。マイナス1。 ね。x2 の時 y がマイナス1なんです。ここにまず点打っちゃいましょう。はい。えー、難しい問題だったんでね。えー、こっちの方に使っていこうかな。はい。2とマイナス1です。x が2、y がマイナス。ここに点を打ち込んでください。x が2、y がマイナス1とこにね。で、傾きがマイナス3分の2。すなわち、まあ、3分のマイナス2って考えたらいいです。 三分のマイナス二って考えたらいいですね。はい、こっから考えます。右に三って下に2行きます。こっからですよ。右に三って下に2行きます。こういうことね。うん。まあ、大抵ずれるんで、逆もちゃんとやっておきましょうね。はい、これで直線で結んでやりましょう。よいしょ。 はい。まあ、こんな感じですね。これが、ま、5ということになります。はい。えー、それでは、えー、こっち行きましょうね。1から4のグラフ出していきましょう。まず1から、まず先に切片見ます。切片は1。ね。で、傾きは、ここで取れるのかなこれ。うん、ここですよね。はい。じゃあ、右に2行って、 上に、1、2、3、4、5です。ね。右に2って上に5。だから傾き2分の5なんですね。で、切片1。傾き2分の5、切片1。y イコール2分の 5x プラス1ってことだよね。ということですね。傾き2分の5、切片1。さあ、2番う。2番は、切片がマイナス3やね。切片から見ようね。で、傾きは、 ここだな、ね、これ。うん。右に2って、下に3下がってつまり2分のマイナス3。傾き2分のマイナス3。すなわち、マイナス2分の3。マイナス2分の3が傾き。切片マイナス3。マイナス2分の3。切片マイナス3だね。これね。はい、3番目いってみましょう。3番目は、これですね。はい、切片が3。 で、傾きは、をここでも取れているんだな、これ。なるほど。1、1、1上がってるから、傾き1ですね。傾き1、接片3。y コール x プラス3ってことですね。うん。さあ、ラス1、4行きましょう。4は、こいつですね。接片は4ですね。で、傾きはここだから、えー、1、1、2下がってる。1分のマイナス2。 一分のマイナス2。それってマイナス二だよね。傾きマイナス二、切片四。がって、こうなるわけだね。y コールマイナス二、x プラス四となるわけです。はい、以上です。